Hello everyone, welcome back to We Extras TV, and we are here at Kubayama today, and we are going to introduce a share house from Extras House in Japan. And today we are going to take a share house tour, and then we do have some campaign providing for you guys, and so don't worry, we are going to tell you guys at the end of the video, so don't miss out. Alright, without further ado, let's head in! 私たち株式会社クロスハウスでございます。東京都内で今400物件、5600室のシェアハウスを運営しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速入りましょう。はい、こちらの物件は築5年以下の物件になっております。お、入ってからすぐ洗面所ですね。あ、そうですね、ちょっと珍しいタイプになります。そうですね、はい、結構珍しいですけど、はい、でこういったハンドソープだったり備品も全て無料で付いているものになります。玄関の靴箱もこういった風に合室ごとに各収納スペースを分けております。あ、結構大きいですね。そうですね、段を作れば4足ぐらいを入るようなスペースになっています。おお。はい。今お部屋を見てるんですけども、おお、広い。結構皆さんホームページとかで、お写真見たりとか、平米数見られると結構狭いんじゃないかって印象になってる人が多いんですけど、実際お部屋内見てみると一人暮らしには十分な広さになってます。普通の 1K でもこのぐらいの感じかもしれないですね。一応家具家電も全て最初から揃っているものになりまして、はい、テレビと冷蔵庫と机椅子と、あとこういった収納、あとベッド、あとこういうエアコン、あと物干しさをかけるような設備が基本設備で付いています、はい。ちなみにマットレスとか布団などレンタルとかできますか？はい、あ、もちろんです、はい。こちらのベッドにちゃんとアウトレードも使えるっていうのはすごいいいですね。そうですね、コンセント付きになってます。素晴らしい、はい、あとこういったカーテンなども最初から付いている設備になります。ちなみにこの物件には Wi-Fi などは付いてますか？あ、もちろんです。 Wi-Fi も無料サービスになっているので、はい。じゃあ本当に今ダゲージ1個でも入っても全然構わないという感じですか？はい、おっしゃる通りでお、こちらはどんなクローゼット？こちら、中開いていただくと、この洗濯機と乾燥機がついてまして、はい、この物件は今11名の物件なんですけど、うん、洗濯機と乾燥機3つずつついてます。他のシェアハウス会社さんですとワンコイン必要だったりするんですけど、弊社ですと無料でお使いいただけます。ここからはシャワールームとあとトイレなんですけども、はい、結構入りますけど、いいですね。あ、普通の、あ、結構私的には一人暮らしで十分な設備だと思います。あと共用部の清掃については週1回清掃サービスが入っているので、はいはい、その際にこういった水回りの設備を弊社の方で清掃サポートさせていただいています。めちゃめちゃ綺麗。そうですね、大体の物件、うん、こういったウォシュレット付きになっていて、トイレットペーパーだったりこういった清掃用具というのを無料で付いている備品になります。おお。さてと、キッチンです。そう、こちらの食器などもついてる感じですか？そうですね、物件によって異なりはあるんですけど、はい、食器がついている物件もございます。いいですね。そう、ちゃんとこっちにもエアコンつけてるし。そうですね、あと、はい、こういった調理器具だったり、うん、あと電子レンジ、炊飯器、ケトル、そういったものは全て最初からついています。お、はい、あと中を備品開けていただきます。あ、本当です。お、はい、フライパンだったり調理器具、あとはキッチンタオル、サランラップ、アルミホイルっていう備品も全て無料でついてます。あと他のシェアハウス会社さんであまりないのが、うん、調味料なんですけど、調味料の醤油、塩、砂糖もクロスハウスですとついてます、はい。いいですね。素晴らしい。自炊する方も全然向いてるような物件ではあると思いますね。一応今お問い合わせとあと退去申請も全部ウェブ上でできまして、 QR コード読み込んでいただいてフォームで申請していただけます。あとクロスハウスで今すごくいいサービスなのが、今400物件あるんですけど、その物件の移動が無料でできるサービスを行っているので、いつでもこういったフォームから移動申請が可能になっています。韓国語と英語と中国語のサービスがありますよね。はい、あと今ベトナム語のサービスも開始したので、今後ベトナム語もここに追加していく予定です。あとこちらの方もすごい優しい、いろんな言語で書いていただいて、はい、あとゴミの分別の出し方ですね、はい、ゴミも全て言語で対応させていただいてます。英語と中国、韓国語もございます、
今あのクロサンス様の物件の中で一番多いのがやはり外国人の方が多いんですかね、日本人の方も入ってるんですか。今、日本人の方が6割ぐらいで、外国籍の方が4割ぐらい。ああ、そうなんですね。その中では、韓国語とか、中国人とか、そっちの方が多いのかってありますか？そうですね。韓国人の方がやはり一番多くなるんですけど、その次が中華圏の方で、英語圏の方が多くなっています。2階行きます。2階も同じような設備になっておりまして、あ、ドライヤーも。あります。あ、そうですね、ドライヤーも無料でついてる部品になります。2階も結構広いですよね。私のイメージの中のシェアハウスと違って結構広いです。1階と2階の部屋数はどのくらいになりますか？あ、そうですね、5部屋と6部屋決めてます。あ、なるほど。大体の物件はやはり全部埋められてるような感じですか？今新しい物件を毎月どん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 オープンしていってるので、うん、そういった物件はまだ埋まってはないんですけど、既存の物件は人気になっているので、はい。ちなみにゲストのポリシーはどんな感じになりますか？セキュリティ上の問題から第三者の立ち入りを禁止させていただいておりまして、はい、なるほど、分かりました。あとは他にもやはり初めて日本のシェアハウスに入っているような外国人の視聴者もあると思いますが、はい、注意するポイントとかってありますか？はい、そうですね、一応入居時に物件ルールの説明を行っているんですけど、各言語で対応させていただいているので、はい、そこでしっかりご理解いただいているので、特に普段通り生活していただければ問題はないです。いろんな言語が対応できるのがすごい助かりますね。はい、1階もちょっと入ってもいいんですか？はい、大丈夫です。うわー、でも結構なんかいいんですよね、光の感じも。部屋ごとで壁紙ちょっと違いますよね。そうですね、結構これも大きいですし、ちょっと私が引っ越したい説が出ましたまあ同じ沿線なのでもいいかなと。ちなみにレベッカさんどんくらいですか、部屋の広さで言ったら。こっからごく普通のシェアハウスの広さなんですよ。でもここは多分広い方だと思います。あとこんなに収納のものをついてくれて、で今1ヶ月の賃料が無料になるキャンペーンもやってるので、1ヶ月のそのフリーレントのキャンペーンは今こちらの新しいの物件のみになりますか？新しい物件でも行ってますし、リノベーションを行っている物件でもキャンペーンを行ってますね。毎月のように様々なキャンペーン新しく行っているので、うん、ぜひ問い合わせしてみてください。はい、ぜひURL を見ていただいて、初期費用に対してちょっと気になっている人が多いと思いますが、はい、どんな感じになりますか？そうですね、一般賃貸だと、敷金、礼金だったり、仲介手数料かかってくるんですけど、弊社ですと全て込み込みで1室あたり3万円のみいただいてます。あと物件によっては今3万円の初期費用も無料になるキャンペーンを行っているので。こんないいところでありますか？部屋ごとにその広さの違いってあったりしますか？ほぼ新築の物件に関しては全室個室タイプで、だいたい平均の広さが 4.5 畳ほどになってます。川島さんは今までシェアハウスとか住んだことありますか？シェアハウスないですけど、はい、私大学はずっと寮に入ってたから、はい、ちょっと似た感じです。これを見てちょっとシェアハウスに対してのなんかイメージとかちょっと変わったんですか？意外と広いなって思ったのと、もう綺麗田中さんはどう思いますか？いや、僕んちより綺麗ですよ。今入居したらもう最初の入居者になりますもんね。あ、そうですね。あ、それ一番ベストだと思います。ちなみに他に何かやはりクロスハウスはこういうところがいいんですよみたいなところか、やっぱりこういうところは御社が他のシェアハウスと違うところってありますか？そうですね、やっぱり外国語サービスで対応しているので、日本語、英語、韓国語、中国語とベトナム語で対応が可能なところと、あと初期費用3万円のみ、で最初から各家電もついていて、水道ガス電気も最初込み込みで入居当日からお使いいただけるというところですね。他のシェアハウスさんと一番違う点は、最初の物件で初期費用3万円をお支払いいただいて物件入居いただければ、その後他の物件に移動する際は初期費用かからないので。そうですね、そうしましたらなんか留学生はまたアルバイト東京の大学に留学して、もう就職はお定めになると思う、そのまま移動しちゃって大丈夫という感じ、はい、あ、そうですね、はい、大阪にも物件があるんですけど、東京から大阪の移動も無料になって、お、素晴らしい、はい、シェアハウスだけじゃなくて家具家電付きのアパートメントのワンルームも運営しているので、シェアハウスからアパートメントに住みたいってなった時、またクロスハウスのサービスも利用していただくことが可能なので、そしたら最初に申請するときに何が必要な書類はどういう感じになりますか？基本的に身分証明書と、あと緊急連絡先のみで、あ、
ご契約が可能です。結構一般賃貸だと保証会社が必要だったりするんですけど、弊社ですとそれが必要なくご契約可能です。外国人の方の身分証明書はやはり、まあ、パスポートと在留カードみたいな感じで、はい、そうですね、顔付きの身分証明書は一人で大丈夫です、はい。ちなみに家賃はどの感じで支払いになりますか？毎月の家賃は基本的に銀行の振り込みになるんですけど、あの外国籍の方で最初に銀行口座作ることは難しい可能性もあるので、その場合は現金でお持ちいただくことも可能です。なるほど、オフィスまで持っていただければって感じですね、はいはい、優しい。ここまで外国人のために考えてくださる J ハウスさんはあんまりいないな気がしまして、私も実際には最初からずっと J ハウスなんですよ。でその時も口座がなくても作ってくださいって言われましたし、はい、大変でしたURL で見ていただいて、もし気になってるあの物件がありましたらコードもありますので、こちらのコードを入っていただいて、あのフリーレントとか企業無料のキャンペーンを使ってみてください。レベッカさん、この家家賃いくらだと思いますか？そうだ、大事な家賃の話は、京王井の頭線の久我山駅6万5000円です。家賃が3万5000円、はい、ちょっと待って、明日から引っ越すわやばい、はい、今ちょっと自分の家賃言っちゃったんですけど、私も井の頭線のある駅なんですよ、はいはい、ただそこにその教育費ってものがまあ1万円で追加になるんですけど、はい、もうそれでも4万5000円にはなります。今より2万円安くなるってことですね。水道ガス電気も全部、うわいいですね。週1回の清掃サービスと、うん、あと、まあ、備品も全部ついてるので、だいぶ毎月の固定費は抑えられた。そうですね、うん、この久我山だとやはり大学が多いですか、ね、はい、井の頭線は、はい、なので、まあ、留学生とかはすごい使いやすいと思いますね。そうですね、渋谷までも1本で行けるので、はい、急行も止まるし、はい、バスも出てるので各方面に、うん、いろんなところに行きます。ある意味ですごいアクセスがいいところだと思いますね、はい、でちなみにあのクロスさんの中で一番高いの物件はどんな感じ、はい、一番高くてやっぱりネームバリューのある三軒茶屋とかちょっと高めですけど、それでも、うん、まあ、教育込みで6万円台ぐらいなので、安い。あとアパートメントのワンルームでも3万5000円から用意したところもあるので、うん、はい、じゃあちょっとプライバシー重視されてる方もそういう感じで、はい、買えるって感じですね、はい、まあ、本当にいろんな種類があるし、いろんなエリアにあの物件がある感じですね。そうですね、あと、まあ、エリアによっては女性専用物件だったり、はい、男性専用物件もご用意しているので、はいはい、ちなみにこちら の, あの久我山のこの物件は男女ですか、はい、女性の男女あの混合なんですけど、はい、一応人室個室タイプなので、はい、あと、まあ、鍵もついてますし、ね、はい、私も今男女の共同なんですけど、あんまり生活に支障はない、はい、感じなので、皆様ご安心していただければと思います。はい、じゃあ今日のここまでになりましたが、もし皆様質問などありましたらコメント欄に書いていただいてもいいですし、あの URL のオフィシャルサイトで見ていただければと思います。ちなみにあの問い合わせはあの LINE とかあのメールなどありますか？あ、もちろんですね、はい、LINE と、 あと韓国の方とカカオと、うん、あと中国の方と WeChat だったり、あと英語圏の方と Skype などでも可能なので、あと Facebook も可能です。わー、素晴らしい。だそしたら今は外国にいるんですけど、来月から日本に行きますみたいな方は、はい、それでも連絡取っていただいて、はい、あのそのまま契約は可能ですか？結構日本の不動産だと来社して紙の契約書に契約してくださいってとこ多いんですけど、弊社ですともうウェブ上で契約も申し込みも可能なので、わー、じゃあなんか本当に日本に来た瞬間にもう部屋があるっていう感じですね、はい、そうですね、はい、鍵の受け渡しで結局来社しなきゃいけないっていうパターンは多いんですけど、うんうん、そちらの玄関についているスマートキー、こちらですとあのメールで鍵をお送りして、で実際に物件にいただいて、あの Bluetooth でアプリをかざすだけで開け閉めできるようなタイプの鍵になってるので、 Bluetooth、はい、なのであの海外から実際に物件までもう来社の必要なく、はい、そのまま入居ができるようなサービスになってます。スムーズに日本に来れるっていうのが一番安心安全っていうか、本当に皆様もぜひ見ていただければと思います。はい、今日の動画も視聴ありがとうございました。黒沢様もありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。はい、じゃあまた次回こういうシェアハウスとか日本での生活はどうやって始まるかというシリーズに興味ありましたら、ぜひコメントしていただければと思います。あとはいいねと登録お願いします。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。